パリ五輪第16日、近代五種、10日、ベルサイユ宮殿、近代五種男子決勝で佐藤大僧、自衛隊、が日本製初の銀メダルを獲得した。近代五輪の父、クーベルタン男爵が公案、1912年ストックホルム大会から始まり、日本勢は過去に入賞さえなかった伝統競技で、112年の歴史を動かした。 エジプトのアハメド・エルゲンディが世界新記録の1555点で優勝した。青森出身の30歳が快挙をやってのけた。馬術は2位発進、2種目目のフェンシングでも2位を守り、3番目の種目の水泳、200メートル自由型は18人中12位で、水泳終了時で総合4位。メダル圏内につけて最後の射撃とランニングを迎えていた。 メダルをかけた最終種目は3位と6秒差でスタート。1周目で3位に上げ全裕太韓国、トセリアった。ラスト2回の射撃で高い精度を見せて全を突き放し、最後の射撃を終えると被っていた白い帽子を投げ捨てラストスパート。視力を振り絞ってゴールに飛び込むと座り込んでしばらく動けなかった。表彰式では、大衆、 正党と名前がコールされると両腕広げて表彰台へ。メダルを首にかけてもらう前から涙が溢れ、何度も空を見上げて喜びをかみしめた。近代五種は馬術、水泳、フェンシング、射撃とランニングで競い、全種目を1日で実施。東京五輪でドイツのコーチが馬を叩くなどしたことを受け、新種目の採用が検討され、4年後のロサンゼルス五輪から馬術を除外。 日本の人気テレビ番組、サスケ、似た障害物レースが採用される。佐藤大宗佐藤大衆、1993年10月20日、青森県出身。30歳、青森山田高卒、2023年 W 杯ソフィア大会2位、23年甲州アジア大会6位。174センチ、62キロ。